こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です私がオーストラリアアマゾンマニュアルを作った理由奴隷解放制限私の輸出ビジネスサポート歴は10年を超えます月30万円稼げるスキルが実際に身につくサポートを提供しているから10年間続いていますその間2冊の こののの輸輸出出本本と輸入の本を出版させていたただきましたおよそ30回も転職を重ねた秋っぽかった私がなぜ10年以上も転売サポートを続けているのか何人かの社畜を救いたい日本を元気にみんなの笑顔をそんな大それたことは考えません何人かの人が私の本やブログ 動画を見ていいね自分にもできるんじゃないと思った人に輸出ビジネスのスキルを教えたいすでに何人かの人は社畜から脱出済みです何人かの人が喜んでくれて私も暮らしていけるなら続ける意味があるそんなわけで私は10年以上転売ビジネスを教え続けています輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば世界中どこでも暮らせます 私もアメリカ、オーストラリア、ギリシャ、バリ島、ドバイと世界中いろんな国を回りながら生活をしています。通常ビジネスを覚えるには最低3年はかかります。ところがアマゾンを使えばわずか半年で結果が出ます。やることは買い物した商品を 高く買ってくれる人に売る。たったこれだけ。しかも現在、PayPay100 ペイペイ億円ばらまきキャンペーンという強力な追い風が吹いています。3割安く買えるアンド、運が良ければ仕入れ代金無料になります。自力で稼ぐ方法を身につける、私自身が欲しかった副業サポートサービス。私もかつては、 ババリバリの社畜でしたいや社畜以下まさに奴隷でした年間休日は数日毎月の給料はもらえるもののいつ給与支払いが止まるかわからない毎日いやいつ給与支払いが止まるかわからないならまだましですいつか給料が払えなくなるのは確実だと分かりながら働いていましたなぜなら私は家業の手伝いをしていたからです 経理をやり雑用して運転士もするボロボロの実家の跡取り息子。業種はリネンサプライ。年商1億円、借入れ金3億円。当然赤字です。借入れ金の使い道は機械とリネンの仕入れと運転資金。この数字と中身を聞けばビジネスをしたことがある人が見れば絶望的な数字だと一目でわかります。そして当然の結果として倒産しました。 その後、東京に出てフリーターを経てから社畜となりました。月の休日は数日。勤務時間は朝8時から夜10時まで。スズメの涙の営業手当がつくので残業代はゼロ。それでもらえる毎月の給料は風呂なしのアパートにしか住めない金額。これじゃあやってられないと転職しました。今度は月の休日は数日。 勤務時間は朝9時から夜9時まで1日300本以上の電話をする電話営業1日300本のうち60本程度は怒鳴られたりバリ雑言を浴びせられますそれでもやっと風呂付きのマンションに住める給料をもらえるようになりましたそして数年がたち年収1000万を超えることができました23歳で年収1200万円まあ これで不満があれば贅沢な気もします。しかし満員電車が嫌だった。1000万,万円の価値しかないマンションを3000万円で売るのが後ろめたかった。15年以上働いているのに独立起業しようと思った時に何をしてどう稼ぐのかわからなかった。そんな状態で稼ぎは増えたものの鎖はついたままの社畜でした。 輸出ビジネスに出会ってやっと自由になりました。自由になるためには自力で稼ぐスキルが必要です。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。 そんな思いで輸出サポートを提供しています。日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネス。私は初心者でも稼ぎるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。アマゾンがオーストラリアでアマゾンプライムを開始しました。日本で住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で 今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。今、物販副業で稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出が一番です。わずかな投資で一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出マニュアル特別モニター募集ページを見てください。リンク先にどんな商品が儲かるのか、そしてこのマニュアルモニターの内容をご案内しています。 この記事でなく動画で見ている方は説明欄の URL をクリックしてこの記事に飛んでください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。